北国新聞ニュースをお伝えします。北国新聞社が実施した世論調査の結果。二十八年ぶりに誕生した新知事、長谷博史氏を支持するは六十パーセントを超え。支持しないの十三パーセントを大きく上回りました。この調査は今月二十四日に投開票を迎える。参議院石川県選挙区補欠選挙の情勢に加えて。 長谷知事の支持動向を探るため、先週末に行われました。その結果は、長谷知事を強く支持すると、どちらかといえば支持するが、合わせて60.44%に上りました。一方、不支持は、全く支持しない、どちらかといえば支持しないを合わせて13.64%でした。この回答状況から、 保守系三つどもへの激戦となった知事選挙の余波は残るものの長谷政が顕著なスタートを切ったと言えそうです。一方参議院補欠選挙の情勢は調査結果に取材を加味した結果自民党前職の宮本修二候補がリードし立憲民主党新人の小山田恵子候補が追う展開になっています。 共産党新人の西村裕次候補、NHK 受信料を支払わない国民を守る党新人の斉藤健一郎候補は独自の戦いを展開しています。現代美術展に初めて入選したフランス人の書道家が昨日金沢二十一世紀美術館で自分の作品を解説し一層の飛躍を誓いました。 パリ出身の書道家で神奈川県に住むシャーロット・スザンヌ・トルネさんは、文字を美しく見せる西洋の書法、カリグラフィーの専門家です。3年前の落選を経て、今回の現代美術展で行走書の流れのある文字で、金色の紙にしたためた作品が佳作に入選しました。 のの部門でで外国人の入賞は極めて珍しいといととうことです。県書美術連盟理事の阿部宝珠さんから書の教えを受けるトゥルネさんは昨日会場で阿部さんが指導する高砂大学同窓生およそ40人に自身の作品を解説しましたそして「書は私に生き方を教えてくれる書くことで幸せな気持ちになると語り」 一層の飛躍を誓いました現代美術展は今月18日まで金沢21世紀美術館と石川県立美術館で開かれています金沢ケーブルは現代美術展の特別番組を今月24日まで地デジ9チャンネルの北国新聞ニュースプラスで放送しています 人気漫画に登場する不思議な道具に似た名前の「どこでも幸せドア」が加賀市片山津温泉の寺院にお目見えし新たな名所にと期待されていますこの「どこでも幸せドア」は加賀市片山津温泉の真言宗愛禅寺の竹内修学住職が観光客に写真撮影を楽しんでもらおうと境内に設置しました。 愛禅寺は寺の魅力を高めて参拝客を呼び込み温泉街の活性化につなげるためごま堂や永代供養納骨堂そして去年にはハート型の山門イノベ門を作ってきました。今回のモニュメントは高さ2 2メートル、幅0 8メートルでアルミ製の枠がピンク色に塗装され 縁結びの仏様としてこの寺が祀る愛禅明王にちなんで、どこでも幸せドアと名付けられました。訪れた人がドアをくぐると、正面に白山の御前神音が望めるほか、近くの桜が見ごろを迎えているため、晴れた日にはピンク色のモニュメントと桜や青空、残雪をたたえた白山のコントラストが鮮やかで、 温泉街の新しい名所として期待されています。宝田清水町出身の料理人、北橋茂雄さんの元祖オムライスが、地元で初めて販売され、即完売しました。オムライスを考案した北橋茂雄さんは、大阪で洋食店北極星を開業し、 その創業100年を記念して一昨とい元祖オムライスの販売が企画されましたオムライスは北極星の2代目社長で長男の重俊さんと料理人2人が町内の食堂で調理し柔らぎの里で提供されました販売が始まる午前11時のおよそ2時間前から元祖の味を目当てに多くの人が列を作り20食の追加を含む 二百二十食がすぐに売り切れる人気でした。北橋重俊さんは、今後もオムライス桜の名所。やわらぎの里を通じて、故郷の賑わいに貢献していきたいと話していました。金沢市材木消防クラブの子どもたちが一昨日。救急や初期消火の訓練を行い、防災意識を高めました。 金沢市中央消防署のみそ蔵室長所が行った訓練には材木こども消防クラブに在籍する小学4年から6年までの11人が参加しました子どもたちは消火器の使い方を学んで炎に向かって放水したほか AED 自動体外式除細動器についても教わり音が鳴るハート型のクッションを使って胸骨圧迫の訓練を行いました。 また、地震体験者にも試乗して、震度5から6の揺れを体験したということです。ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。